今日の Vlog ですけども、また買い物ですけど、あのサウンドバー用のスタンドですね。テレビは見ないんですけど、あの YouTube とか Amazon プライムとかの動画をテレビをまあモニターとして使ってるんですが、昔私ちょっと音楽やったこともあって、あのテレビのスピーカーってまあしょぼいんで、オーディオ用 の、 あのモニタースピーカーをちょっとつないで使ったんですよ。でまあそれの環境で生きてきているのもあって、嫁がちょっともうその環境に慣れちゃって、まあスピーカーがまあ片方ちょっと接触悪くなってとか、まあ、基盤がちょっとダメになっちゃったと思うんですけど、片側しか音が鳴らなくなって、まあ、じゃあ捨てようかっつって捨てたらなんだこの音はっていうよくわからん状況になっちゃって、まあ、僕はテレビの音でもいいかなと思ったんですけど、まあ、それで、まあ、テレビの音に不満がもう不満だらだらだったので、しょうがなくあのサウンドバーを買い足して、使ってたんですよ。あのヤマハのサウンドバーですね。今ちょっと多分型番とか画面で出してると思うんですけど、サウンドバーを使って、まあ、テレビを見たらもう全然不満なく見てもらったんで OK だってなったんですけど、サウンドバーは基本的にはテレビの前に置く、テレビの下の前に置く、ちょっと後で写真をビフォーアフターで撮ってくるんであれなんですけど、テレビの前に置くもんなんですけど、あのヤマハのサウンドバーは上面にですねタッチスイッチが並んでて、まあ音量とか電源とか入力の切り替えとかをやるようになってるんですが、あのうち猫がいて、猫がまあちょうどその上を歩けるスペースだっていうことでやっぱ歩くんですけど、気づいたらボリュームが最大になってテレビが大音量で流れてるとか、入力は勝手に切り替わっちゃうみたいなちょっと問題がいろいろあって、タッチパネルってまあそういう弊害も多いよなと思いながら、まあ、蓋をして足でスイッチが入らないようにしとけばいいじゃないかってしばらく思ったんですけど、もうつい最近子供がまあ立ち上がるようになって手がちょうどかかる位置になってしまったってのもあって、もう猫と子供両方には対応しきれないなっていう状況に今なってます。今もう誤動作が怖くて、というか夜中に大音量とかが一番怖いので、もうしょうがなく今サウンドバー抜いてテレビのしょぼい音で使ってるんですけど、このまま使わないのももったいないなということで、サウンドバーをテレビの上側に移動させることにしました。で結果ちょっとこれを買ったという感じですね。まあ Amazon でちょっといろいろ探したんですけど、やっぱりただの金属の棒なんでそんなお金払いたくもないなということで、今回は2780円かな、2400円ぐらいのもあったんですけど、ちょっと形状とか剛性とかの感じを確認した感じだと、やっぱこの2700円の方が良さそうだなってことで2700円のにしました。でまあ耐荷重的なところはそんな気にすることもないんですけど、やっぱりちょっと傾いたりとか、なんか地震があって落ちたりとかってのが一番怖いんで、ある程度ちゃんとつけれそうなものっていう感じですね。でまあ、これだいたい壁吊りとかのテレビの下につけるようなイメージで図が書いてあるんですけど、これ上下逆にするとテレビの上側にもつけられるので、今回はちょっとそのスタイルでいこうかなと思います。で、まあ、物としては大したことがないので、写真でちょっとビフォーアフター後で撮ってきて終わりにしようかなと思ったんですけど、今週はこんなものを買いましたという感じですね。今作業してるんですけど、いろいろちょっとダメでしたね。ネジは余るほど入ってるんですけど、このステーがですね、まあ、今見てる感じの向きは、逆向きなんですよ。まあ、この横棒がテレビの下に本当はなるように使うんですけど、まあ、今ちょっとテレビの上になるようにしようと思って、まあ、この L 字のブラケットがあるんですけど、これを本当はこうやってつけるらしいんですよ。で、なんだ、こうかな。こう。こうつけるらしいんですが、まあ、ここに、なんて言うんだろう、そのバーがこう横に走ってテレビがここにあるので、まあスピーカーは後ろには落ちないっていう構造になるんですけど、これをテレビの上にこうやってつけてしまうと、まあ、後ろに何もない状態なので、まあ、サウンドバー自体は動くんですよね。なのでそれをどうやって固定するかっていうのをちょっといろいろ考えたんですけど、これを逆向きにするとアジャスタブルのネジがまあちょっと上にはみ出ちゃって、サウンドバーの裏側にネジが当たることになるので、と思ってるんですけど、まあこう向きでつけて、この上にちょっと両面テープでサウンドバーを貼り付けちゃおうかな。それがいいかもしれないですね。サウンドバー自体はこういう風に裏に壁掛け用のネジがあるので、
一応ここにネジを止められるっちゃ止められるんですけど、無理にここにネジで止めるっていう作業をするよりは、もう両面テープとかで動かないように貼っちゃった方がいいのかな、こういう平らな面にいいと思うので、ちょっとそういう感じにしようかなと思います。マウント上下が向きに使おうかなって思う人はちょっと相当工夫しないと、向き入れ替えるだけで済むんじゃないとかって思ってると、ちょっとなかなか安全に固定できる感じがしないですね。やっぱり地震とかって揺れちゃったりすると落ちる可能性があるので、何らかの方法で動かないように固定をしたいなと思います、はい、実装上なんかちょっと無理がある気もしますが、とりあえずこんな感じでテレビの上に載せてしまいました。こんな感じでテレビの上に載ってますね。ちょっとなんか前にお辞儀してるような感じは受けなくもないですけど、まあ、テレビ地震とかあったらまずいので、ちゃんと後ろ下の台に固定するようにしてください、ね、置くだけでこんなことやると多分前にバターンって倒れてきちゃうことがあると思うので、これでリモコンというか、まあここですね、このタッチパネルに指が届かなくなったはずなので猫と子供対策はできてると思いますが、テレビの上にサウンドバーを置くという動画でした。